これは私の知人が実際に体験した怖い話です、はい。その知人がもう当時になってしまうんですけれども、当時あのお店のママ、うん、夜のお店のママをやられている方とお付き合いされてたんですね、うんうんうん。でそのママさんともう同棲をしていて、で ある時そのママさんが私の知人の彼に相談をしてきたんですよ、うん、はい。どんな相談かというと、ね、私最近毎日同じ夢を見るのと、うんうん、もう繰り返し同じ夢を見る。で同じ夢、どんな夢見るの。そしたらもう一人の私、もう一人の自分が寝てる時に天井をこう這いつくばって四つん這いで、で首だけ寝てる自分をこう見ていると、そうなんですよ、はい。で一言、いつ変わってくれるの。この夢をもう毎日見てるんだと。で私も相談を受けたんですけど、その彼女が日に日に痩せていく、痩せ細っていってしまってる。ちゃんと食べてるんですよ、ちゃんと食べてるんですけど日に日に痩せ細っていってしまってるっていうことで、ちょっと心配だねって言って、でそこからもう日課のように毎日毎日彼とそのママである彼女さんの確認作業が始まるんですよね、はいはい。まあ、彼女さんが起きたら、今日はどうだった、また見た、今日も見たの、次の日も今日はどうだった、今日も見た。でその作業が毎日繰り返されている中で、ある日、はい、また同じように今日はどうだった、見た。そしたらその彼女が、何の話、全く知らないふりをしたんですよ、はい。え、いや、あの夢の話だよと。だから何の話、もう全然知らないふりをしていて、そしたらその数日後にその彼女さんが原因不明のまま亡くなってしまったんです。え、はい、それだけいや、それだけっていうか、そう、亡くなってしまったという、うん。実は、はい、あの松戸の物件の話したでしょ前回ね、はい、あれ実はね他のエピソードもあるんですよ。そうなんですよね、言っちゃって。はい、住み始めて1、はい、2ヶ月ぐらいかな経った時の話なんですけど、はい、あの前の動画でも言った通り、私片田舎で育っちまったもんだから、福岡の方ですよね。そうです、はい、そうです。だから深夜にピンポーンってインターホンが鳴った時に何にも気にせず出ちゃったんですよ、はい、深夜2時、ええ、そしたら知らない男の声で助けてください、助けてくださいって言われるの、はい。で、あ、やばい、なんか困ってるんだって思ったから玄関開けちゃったんですね、私、はい。そしたら玄関開けたらね、長身の人、もう180ぐらいの人が倒れてるの、はい。え、大丈夫ですかって言って、そしたら大きな男に追われてます、かくまってくださいって言うわけですよ、うん。私入れちゃったの玄関に、でその人結構イケメンだったんです、ね。ああ、そういうのもあったんですねそう、前髪ちょっとパーマかけてて、うん、綺麗なブーツ履いてて、でスラッとしてて、でじゃあちょっと私2階だったから2階の窓開けて周囲をこう見るんですけど、誰一人歩いてない、うんうんうん、もうなんなら物音すら聞こえないわけですよ、で誰もいませんよ、いやいや追われてますって言うんですよ。だから警察呼びましょうかって言ったら、警察だけはやめてくださいって言われるんですね、うん。その時にようやく変な人入れちゃった、いやそうですよってなって、はい、あどうしようと思ってたら、鍵閉めますねって言われて、鍵勝手に閉められちゃったんです、うん。でもなんか変なところをね見せるのもあれかなと思って、水飲みますかとか言って、ちょっとこう落ち着いた素振りで、はい、うん、水飲ませて、でバレないように靴下をあの5枚ぐらい重ねてですね、はい、いつでも飛び降りれる準備をしてですね、はい、で
怖かったですねとかいろんな話をしたんですけど、5分ぐらい経ったら、あ、お世話になりましたっていきなり言われて、ええ、自分で鍵開けて出てったんです。玄関から、はい、はい。何だったんだろうと思ったから、うん、私後をつけたんです。すごいですねこそこそ後をつけて、そしたらその深夜2時半ぐらいですかね、なんかこううろちょろうろちょろしながら明かりがついてる建物の2階以上の部屋に行って、トントントン助けてくださいって言ってるんですよ、はい。だからそこでようやく、あ、おかしいなってことで警察に電話したんですね、うん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 。そしたら、まあ、警察の方から同じ通報が7件入っていますと。ただ顔を見たのも家の中に入れたのもあなただけだから一緒に捜索してくださいって言われまして、うん、パトカーに乗ってそこら辺を捜索したんですよ、はい。でも見つからなかったの、うん。で、まあ、ちょっと署の方で詳しく話聞かせてくださいって言われて署に行きまして、その男の特徴を言ったんですね、はいはい。高身長でパーマかけてて綺麗なブーツ履いてて、ここに3つほくろが並んでて切れ長の目です。そしたらガヤガヤガヤってしまして、もしかしてこの人じゃないですかって、あのポスターを1枚見せられたんですけど、それが で、あ、この人ですってなりました。何すごい話ぶっ込んでくれたんですか怖いですよね。ちょっと危なかった。危なかった、うん。そう、警察の人曰く、私女装するじゃないですか、はい、ブラジャー干してたの。だからそれ見て、あの人、あ、女の一人暮らしだって思って来たんじゃないですかって。じゃあ開けてみたら大男が、まあ、すっぴんですから出てきて、水くれるは何、うん、こあっちの方が怖かったんじゃねえかっていういやすごいいやでも本当一歩間違ったらってことで無事でよかったっすね。本当そうですね。あの容疑者っていうのはもう犯人ですよね、はい。そうやってもう関係なく女性の部屋だと思ったらそこに助けてくださいって言って、あわよくば上がり込もうっていう、そういう犯行の手口でいろいろ回ってたってことなんですね。